こんばんは。おお、ありがとう。こんばんは。アイちゃん、アラビありがとうございます。マッツさん、ゆきりんたろさん、ハートありがとうございます。いや、今日普通の日。え、パッパッなんか今日はなんかほんとドンタコスが頭から離れなくて、ドンタコスの日でした。ケンケンさん、かわいい、大きいピーサーペンライトありがとうございます。なんか別にそんなになんか候補生ちゃんたちの配信を見て見てたけど、いや、みんなかわいい、すごいなんか応援する気持ちになりました。じゃあ、そんな知ってない知ってない知ってない。今日は前髪が整ってるので、今日は前髪があります。ジェシーさん、ハート。ケンマンさん、かわいい、ありがとうございます。ミシルボイさん、かわいい、ありがとうございます。そんな、でも何も、うん。そう、今日は前髪が、タクちゃんが、そう、行きたい。私のタクちゃん、私のタクちゃんですよ、取らないでください。もうね、勝手にタクちゃん呼びしてて、見た見た。明日僕隊だ。今日は普通の19歳です。ネイルがね、そう、前髪のなんかこうやった時に割れるんですよ、多分分け目。コメントするほどのものではないです。ノブさん、ハートありがとうございます。すごい、なんか私もこうやってやってたなーって思って、なんか思いましたよ。あ、今日はタワーの礼を書きました。いや、なんかもう親みたいな気持ちでした。もう私も2年前こうやってやってたんだなって。はいはい、ゆうぞうためさん、ハート。ケンタさん、かわいい、ありがとうございます。なんか、おー、大変だなーって。そう思いましたよ。あの頃はもうコメントを全部読もうとしてたけども、今は諦めの気持ちね。明日の僕って忘れんで。誰にも、まあ、あの頃は頑張って全部のコメントを読もうとしてて、変なコメントまで読もうとしてたけども、今はもう諦め。そう思い出した。しーちゃん、ハートありがとう。そんなね、まだそんなに見れてないけど、ちょこちょこっと見てました。かわいいです。さ、まずね、星の意味を分かってなかった子がいて、それは変なこと書いてるから星になってるんだよってちょっと教えてあげたかったけど、これは星って何ですかみたいな言ってて、いや、それは変なコメントだからちょっと変、星になってるんだよみたいな。ピュアだと思って。そうだよ、みんなも、そう、みんなもこれを機会に、私のオーディションの時応援してくれてた人は、私を受からせようとしていた気持ちを思い出してください。うんさん、アイスありがとうございます。今、いや、もう今はもうやめてやめて、星であふれる。
教えてないですよ。いや見守ってました。今日は可愛いです。ケンマンさん可愛い。リュウヘイさんペンライトありがとうございます。え、そっち星やめやめて。懐かしいね。え、懐かしいわ。ちょっと自分もちょっとオーディションの気持ちを思い出さないと。時のけんちゃんアイラブありがとうございます。でもテイク海運さん可愛い、ありがとうございます。私もあの頃はそう純粋だったんですけどね。純粋だったんだけどなあ。思い出した。じゃあタワーのお礼しますね。いや今も純粋ですが、あの頃の方がなお、いや違う、今今ね不純って、いややめて。不純ってちょっと言い方がやぶ、いやちょっともうもうそんな汚い、ぶっ飛ばす、そんなもう心が浄化されました。もうぶっ飛ばすぞみたいな言ってた自分が恥ずかしくなった。恥ずかしい恥ずかしい。ちょっともう不純って初めて聞いた。やめてやめて。正純懐かしい。あら、なんで？しーちゃん、エレベありがとうございます。不純ってなんかやだ、不純物みたいな心が現れました。最近の私はほんと不純って言うんだ。不純って言う。いやホイップクリーム丸飲みは純粋です。ねやめて、ちょっと本当にダメよ。ちょっと純粋になります。しさきさん純粋です。いやもうぶっ飛ばしません。そんなぶっ飛ばすようなことはしません。はい、誰を読めばいいんですか。やめて。いやもう私は今日は上品でございます。お口は悪くございません。はい、じゃあゆうぞうたむさんから読みます。純粋に読みますね。はい、ゆうぞうたむアットマークりんこ愛は、あもう早速汚い言葉がりんこ愛はハゲないワンジ、いやあちょっと汚らしいです。はい、何のタワーか忘れたけどありがとう。ちゃんと名前の横に絵文字つけてるの見たよ。リンコ沼好きだね、好きすぎだね。出会った頃はなんか変な人来たなって感じだったけど、わら今はノリのいいおっちゃんって感じ。これ新しいヘッダーにするんでしょ。どうぞどうぞ。リンコより最近謎にユーゾータムに愛情が湧いてきたよ。ありがとうございます。ちょっとあの NG ワードがなんか何のタワーか忘れた。なんだっけこれ、なんか忘れました。ちょっと今そう最近なんかなんかいい、あのユーゾータムのことを変な人って思ってたけど、ちょっと最近は足とあのいい人だと思うようになってきました。ありがとうございます。ユーゾータムちょっと汚らしいですわ。博多の公園とねえ、おい、あちょっとやめてください。ここは瀬戸内です。ありがとうございます。いやそれはね変な人でしょ。いやなんか何、瀬戸内じゃない公園見に行って瀬戸内の私にタワーを建てる、ちょ変な人じゃないですか。はい、ありがとうございます。新しいヘッダーありがとうございます。そうね、麻痺してきたんかもしれん。ほんやばい。ありがとうございます。何新機会、やばいやばい、ほんとよ、ちょっと上品にいけん、ダメよ。ちょっと私もあの18番の時の時代を思い出して
思い出さなければ。じゃあ次で健太さんですね。はいはい、健太アットマークはあ、リンコ過去愛してるよ。えちょっと汚らしい汚らしい、私はピュアなんだから愛してるって言葉も知らないんです。私は愛媛と豆島お疲れ様タワーありがとう。愛媛の時は睨んでないですよ、見つめたのです。なんか見たことあるやついるとなったら健太だった。なんだかんだ公演中ちゃんと私のこと見てたね、えらいえらいあとオーディションの子にいいねされたからってニマニマすんな、リンコよりねえねえねしてくる時とツンデレの時のギャップがすごいんよです。ありがとうございます。いやちょっと汚らしい、ちょっと純粋なのさ、ピュアピュアなのでニマニマすな。あそんないいねいいね、指一本でできる、そんなこそでニマニマすなありがとうございます。インド行きましょうねいや違うよ、でもね怖いとか言いつつね、自分が睨んどったね画像をねあのツイッターに上げてねニマニマしてたんですよ。ちょっとある意味変態、そう指一本で人を幸せに、あまあねいやダメです、ありがとうございます。はい、あもちろんファーストクラスしか許しませんこんばんは。いやダメよ、違うよ、自分から来たらニマニマするの、他の子から来たらニマニマしちゃいけません。ありがとうございます。はい、そうじゃあ次平手おじさん長いに、はい、読みます。見えんそう、愛媛の姫を学びました。ちょっと長いんですけど読みます。あーよ、見えんね。はい、ちょっと上品にいきますね。あこれは違う、待って、勘違いしないでください。これはこの人だけ特別扱いしているのではなく、この人は 3本立ててるの3本分なんですよ皆さん。この人だけなんかこの人だけお気に入りだから長文で書いてるってわけではありませんよ皆さん勘違いしないでください。これは3本分の、はい、優遇ではありません。はい、読みます。そう、姫やなを、はい、嫉妬しないでくださいすぐ嫉妬するので読みますね。はい、平手おじさんアットマークリンコにリアコ、えリアコの意味わからんけどタワーのお礼狙いタワーありがとう掛地さんね、手紙目的でタワー投げなし、言葉遣い悪いですね。はい、モチベーションの波激しすぎて一時もうわしに私に興味なくなったんかと思ったわ。これはもう2期相当1位ってことでいいんですよね、かっこ熱。でも正直平手王子の顔をしばらく見てないけど、なんか謎に覚えとったよ。ツイッターとか配信のコメント見る限りヤバい人みたいな感じだったけど、話し会で話したら普通にいい人だったっていうのを覚えている、かっこ変態。早起きなさい、一応2年の付き合いですからね。あと今日オーディションのこの配信で平手王子見かけたわ。また続き、多分たくちゃんまた物色しとるんか、君のような変態を受け入れるのは至難の業だよ、諦めてね、リンコよりありがとうございます。これ切った方がいいかな。そうですよ大体本当よ、なんか変な人の集まりみたいな。そうです、君のような変態を君のようなね変態を使いこなせるのは私ぐらい、2期では私とパシリぐらいですかねはい、どうぞ。これ難しい、どうやってやったらいいんだろう。はい、知らんけど、はい、はい、どうぞ。あ、これ難しい、どうやってやったらいい。いやいや、でも一番使いこなせるのは私、はい、はい、
はい、難しい、どうやってやったらいいんだろう、顔映ってないよね、どうしたらいいんだろう。とりあえず1枚目わかんないだ、ダメです。ありがとうございます。1枚目流れ、ごめんパシェ、後で殺されるパシェに2枚、あ、難しいわ、どうしたらいいのこれ、どうやってさ、どうやって見せたらいいんですか。でも見えんよね。でも1枚目2枚目2枚目、3、はい、読解用ねえパシ、いやいや、な、待って、いやわしもいい子よ、はい、2枚目、はいはい、え、ごめんパシェ流れ、ありがとうございます。はい、とりあえずマリーずっとドンタコスって言ってる、しんどいしんどい、一応うん、なんかやばい、自分のせいでちょっと締められる締められるああ本当に頭がずっとさ、ドンタコスって言ってるんですよタイタンさん、かわいい、ありがとうございます疲れた、もう終わろうかなもうおばあちゃんなんで、やばい、もう頭がずっとドンタクス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 って言ってるもう終わろうかなもう大丈夫、もうリンコおばあちゃん、もうきついです本当。やっぱ、いや、すいません、明日の10、あ、そうなん、あ、らしいですスタミナがちょっと消えてきて、あー、え、どんた、え、今日行ってないや、どんたこ、でもどんたこそんな食べたいと思ういや、こんなこと言っちゃダメよ、うんただなんかあの CM が頭から離れない。明日はそう、公演なのです。ちょっと、もう吉田きばあちゃんはもう今日は今日はっていうか、もうなんか普通に配信を5分するだけでスタミナがなくなってくる。どんたくす、どんたくす、本当にもう、しかも明日公演ですから、ちょっと体を、あの温存、何、スタミナを温存させとかないといけない違う、前も言った、黒と黒じゃない、あ、まず切れるライトピンクと赤です、前も言ったぞ、覚えなさい本当にダメ、もう私もオーディションになろう。そう、明日はサーヤの生誕祭です。なんで白と白なん、赤とライトピンクって言っとるやろうが、全然ちゃうわ本当にやばい、立ち位置を、立ち位置わかるかな、立ち位置わかるかしらはい、今日も頑張、はい、今日も頑張りましたあ、もう誰赤とライトピンク言うとるやろがもうこれね、でも眠くないけど、なんか疲れま、なんかただ単にスタミナがない、ちゃうちゃうちゃう、惜しいんよ、ピン赤ないよグレープフルーツさん、赤のペンライトありがとうございます今日もきれい、ありありありがとうございます。私もでも、うん、オーディションになろう、オーディションになろう、はい、え、あ、え、ちょっと待って、なんか
ライトピンク、なんかね薄いピンクですよまあどっちでもいいもん。なんかもうぶっちゃけなんかもうピンクとライトのどっちでもいいなみたいな感じになってるから、もうなんかもういいかなって感じ。はい、あっちゃさん、いや、白じゃないんよ。りんたろーさん、金色ありがとうございます。もう見分けつかんけん、もう自分でももうどっちでもいいなーっていうのの気持ちになってそうになってます。はい、ジョージさん、あっちゃさん、ペンライトありがとうございます。はい、そう、もう分からんからもう黄色、黄、どう考えても黄色とピンクは見分けつくじゃろがいみたいなうん、もう疲れたよ。私もオーディションになろうかな、オーディションになろうかな。そう、明日は、え、明日ってどこだっけ。明日はなんか多分あの二次審査のところの会場。本当に、え、もうこの、だってこの配信を候補生ちゃんたちが見てるかもしれない。ちゃんとしよう、ちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃ、もう見てるかもしれない、ちょっとはい、今日もしらぶっ、うん、ありがとう嬉しい。え、そう見てるよね絶対ねえ、うざい、あっ、ぶぶぶぶぶぶ、はい、そう明日はそう僕の太陽公演で、そうなんですよ、久しぶりにやるので、あの立ち位置とかがちょっと不安で、なんかもう大丈夫かな大丈夫かな、あとでちょっと予習しておこうと思います。はい、好きな食べ物はいちごミルクです。いちごミルクが好きで、そう、あ、あ、いや、明日はなんかなんか、どうやって、あ、だ、でも明日は、でもなんかちょっと予習したら立ち位置思い出しそうです。いちご飴といちごミルクが好きですね、ちょっとさ、ちょい、はい、あ、いちごが好きです。あ、りゅうこちゃん、あのファンの人のことはなんかちゃんとしたファンの人のことは好きなんですけど、なんかこのコメント欄の人みたいになんか笑えるとかしんどいとか WW みたいな使うファンの人のことはちょっとあんまりちょっと好きじゃないですね。はい純粋に応援してくれるファンの人のことは好きなんですけど、なんかちゃんとした人は好きです。はい、ちゃんとした、あの変態じゃない、ちゃんとしたファンの人は好き、そう、あの、そうですあ、ポッキーの袋、あ、捨ててました、珍しいはい、うん、そう、ピアゼの明日熱が出るからどういうことあ、ゴミ箱あるよ、そこにあるよ、一応あるよやばい、なんかちょっと風邪ひいちゃって、ちょっと声がいつもより高いかもしれない。床、あ、ちょっとそこに黒猫ヤマトの段ボール置いてあるからちょっと見せられないかな住所は丸写しになっちゃうからちょっと見せられないかな。もみじ銀行じゃなくて広島銀行の通帳なの落ちてますもみじ銀行はしまってました、あの広島銀行なの落ちてます今日は 46.4 キロでした、嘘だ、嘘ついた、 46.4 キロでしたえ、なんか普通になんか気づいたら落ちてたあ、ゆうちょは多分どっかに落ちてます広島銀行
え、なんか落ちてた。いや、部屋綺麗です。なんか、え、でも私お布団もピンクでカーテンもピンクでピンクピンクなんですよ。そう、え、そんなそんなでも今日無理。今日朝めっちゃ食べたもん。今日だって普通に朝に鬼のなんかチーズバスクチーズケーキウーバーしてワンホール丸ごといっちゃいました。やばい。あ、マスク、あ、マスクもピンクですねえやめてやめっちゃ美味しかった。バスクチーズケーキをワンホールウーバーして食べました。そう、食べた一人で最高。ちょっと帰ってきたな。でも夜ご飯食べてないんですよね私。そう、朝から最高でした。もう幸せのひととき。え、余裕余裕よ余裕よ。え、サンホーラー生きるえ、もうもうね、明日公演とかもう関係ないかもしれない。もうなんかもうなんか明日の明日我慢したらいいみたいな気持ちになってきました。お腹減った。いくらだ。え、てかね、あれ、うん、先のご飯落ちてないですよ。もういい。いや、明日ちょっと顔パンパンかもしれない。まあいっか。いや、よくない。やばいやばい、よくないよくない。いや、もういいです。あ、必死にコロコロするから大丈夫。まあね、よくないよくない。いいんだ、明日お母さんから盗んだ高いコロコロでコロコロするからいいんだ。そう、ビガンローラバラエティ班じゃないです。はい、そうなのね。自分そうだよね。明日顔パンパンだわ絶対。お腹減ってきた。やめてパン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 そう、お母さんの2年前に盗んだちょっとお高めのリファのビガンローラーでコロコロするから大丈夫やめて。え、あ、そう、私立ち位置覚えてるかな。あー、ちょっと見よう後で。怖い、練習しよう。怖い怖い怖い、久しぶりにやるから。え、もうバレとるけど、なんかもうお母さんは諦めの領域だから。そう、もうお母さんもう私にくれました多分たけさん、 I love you、 ロッカさん、ペンライトありがとうございます。あ、ですがなんかもういいやみたいなはい、ねえ、ひどい。そう、もうダメ。そう、私ファンデーションを買いました。あのね、暗いファンデーションにしたあの、日焼けしたい願望がありすぎて、でも日サロ行っちゃダメって言われたから、自分の肌よりだいぶ暗いファンデーションにオンにしてみた。ウェーマンさん、クマありがとう。タケさん、バラクマありがとうございます。クマ消えた。そう、クマ消えました。クマどこ行った。あ、あったあった、ありました。え、今塗ってるの。なんかだいぶ自分の肌よりもだいぶ黒めのやつ。ありがとうございます。そう、え、今塗ってる。え、暗くない？だいぶ暗い気がする、普段よりも。え、暗くない？え、いい感じ、嬉しい小麦粉って白じゃなかったっけ、あれ。やすえさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。違う、え、この そう、小麦肌のなんかいい感じの。もう分からん、もう癒しされこうかな。 OKP さん、かわいい、ありがとうございます。
え、なんか普通の平成初期のなんか鬼ギャルみたい的な黒さになりたいです。はい、そんなことはない。分からん。え、だいぶ黒いなって思ったんですけど、まだまだちょっと、もうちょっと黒いファンデーション買おうな。いや、19歳ですよ。何を話せば、この前何話したっけえ、公園も、いや、公園も黒く、明日も黒くする。え、なんかね、肌を黒くするなんかクリームみたいなやつ買おうか迷ってるんですよね。どうしよう、メイク落とさずに、週4はメイク落とさずに寝てますね。昨日もメイク落とさずに寝ましたそう、いやな、自分的には黒い方がいいの。決めましてじゃないです。そう、週4なんか1回化粧したまま寝たら100日、200日経たないと肌は元の状態に戻せないみたいな。私も多分50年ぐらいしないと元の肌の状態に戻せないいいんだ、多分50、本当にそれぐらい。おー、やばい、だってこのまま、そう、ボロボロですもうボロボロです。え、なんか今はなんか 若さで乗り切ってるみたいなところがあるけど、もう多分もうあと15年ぐらいしたらもうボロボロです。多分17にかべべさん、ハートありがとうございます今はまだちょっと若さに頼ってるですけどね、ちょっとあと15年ぐらい経ったらちょっともうボロボロ本当に。日焼け止め、日焼け止めはなんか外でのロケみたいなやつは一応マネージャーさんに言われるから一応塗るけど、普段は塗ってないです。すごい、ボロボロになっても結婚してあげるわ、上から目線すごい。で、そう、後で泣くんです。そう、言われるからお仕事の時は塗るんですよ。ただ普段は塗りません、言われるので。リンコ沼にハマってボコボコ招待するするやばい、もうダメ、この配信本当に寒い。今日寒いかな、寒いか、ふ成田さんハートありがとうございます。ふ、龍平さんペンライトありがとうございます。雪がでも全然降らん、雪を待ってる。キャリアンコさん、だるまりんたろさん、雪ありがとうございます。ふ、疲れた、疲れたよ、疲れたよ。なんか前髪がやけに、お、なんかパッツン広島、なんか市内はあんま降らんのんですよ。なんか三好とか東広島市みたいなところ降ると思う。どうしたらいいですか。もう抜けなくていいと思うよ抜けなくていいと思う。マメッチ師匠さん、なんでこれ、魔法の瓶ありがとうございますそう、ショールームで命き、そう、さゆっとさんハートありがとうございます。怖いな、自分もそうだよね。オーディションの時はさ、なんかちゃんとさ、なんか照明の位置を確認したりとかして、ちゃんと丁寧にお化粧して、ちゃんと服も可愛いやつを選んで着てやってた、やってた。パジャマも可愛いパジャマを着て配信してた、思い出した。遅刻のはね今日の下パジャマパジャマダメ、今日もレッスン着しか着てないから
パジャマ、ガチガチパジャマ。いや、あ、懐かしい、部活の前、懐かしい、あれあれはコスプレです。言ってやばいって抜きがバレる。上だけ、あ、これはね自分の服です。そうよ、布団の子、布団の絵だからね。やばいよ。え、そう、今年の初めの、え、今年の初めの方がまだちゃんとしとったかもしれない。そう、やばいやばいやばい。ちょっと上だけちゃんとしてる。下見て、見てみ、私の今履いてる靴下も、これはファンの人からもらった靴下なんですけど、もうしんちゃんの靴下、毛玉だらけのしんちゃんの靴下、もうファンの人からもらったのに、なんか普通に毎日履いてるから毛玉だらけ。オーディションの頃はスタンドさん、何も進歩しとらんじゃん、記憶が。え、見る。ごめん、これくれた人めっちゃ毛玉だらけになっちゃった、ほら。毎日履いて、なんかそう、毛玉だらけになっちゃった、ごめんね、くれた人ごめんなさい。そう、家で、そう、家で、え、これめっちゃなんか家で家用の靴下みたいなやって書いてあったから、いや、履こうって思って、毎日履いてるからちょっと毛玉汚い汚い。そうね、やめてや、床が関係ない関係ない。しおちゃんがちょっと汚くなって、そう、愛用してるね。え、違う、洗ってますよ、洗ってますよ。そう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 、消耗品を送る、消耗品、何、え、これで大量のトイレットペーパーとか送られてきたらどうしよう。そう、なんか普通になんかファンの人がプレゼントとかで服とか送ってくださるんですけど、なんか普通に着てる、え、なんかみんなメンバーとかにファンの人がくれたやつの服とかって着るって言ったら、なんか、え、なんかもったいないからおしゃれするときだけ着るみたいな言ってて、でも私普通に着てる、なんか普通に結構着てる。普通に着て普通に洗濯しちゃってる。そう、普通に着てます。で、普通に汚してる、普通に。なんかこの前の、そう、なんかこの前、そう、君が、あの、そう、チューシーさんがくれたパーカーにこの前醤油垂らしちゃった、洗ったよちゃんと。ごめんなさい、醤油垂らしちゃった。そう。しかも白だから。でも洗いました、洗ったよちゃんと、洗濯した。でも洗濯して乾燥機かけたから、なんかシワだらけになっちゃって、でもアイロンかけますね。そう、汚しちゃった。そう、醤油を垂らして、なんかで洗濯機、かけたらシワだらけになっちゃったから、ちょっとアイロンかけます。そう、タオルはね、あのタオルはね、レッスン着の私の汗じみ緑に使っていると思う。やばい。そう、いや、ちゃんとアイロンするよ。落ちた落ちた落ちた、でも落ちたよ、なんかあの洗剤垂らしたら落ちた。え、なんかカリフォルニアロールを食べようって思って、カリフォルニアロールに醤油垂らしたら、なんか服に醤油が垂れました。そう。ねえ、勇気はラ、いや、ラッキーセブンが、ごめんね、じゃあちゃんとあれ使いますよ、はい。俺にも醤油垂らしてほしい。え？いや、だから、そう、ちょっと、いや、もうちょっと特別扱いしますわ。はい。ねえ、すぐ、この前の、昨日の配信終わったら、みんなが、なんか男の話ばっかりしてたら、いやいや、ちゃうやん。ちゃうやん。ちゃうよ。え、もう笑われるよ。もう自分ね、なんかリンクを、なんだっけ、リンコ恋とか、なんか、アーシャの T シャツ着てレッスンとか行ったら、普通にめっちゃ笑われるもん。もう、本当に。そうね、やめて！
違うよ。いやいや、もう私のイメージが悪くなる。ダメ。私のイメージが悪くなる。え、なんかカリフォルニアロールがあったから、家にカリフォルニアロールがあったんですよ。だからお、カリフォルニアロールと思って醤油ペッてやったらなんか服に落ちちゃった。え、そう、え、もう普通に使ってるわ。普通に使ってるわ。そう、え、本当？え、どういうこと？これ以上は悪くならない。ひどいひどいひどい。カルフォルニア、カルフォルニア。え、明日もファンの人がくれた T シャツ でリハーサルするわ。じゃあ、そう、な、取れちゃった。そう、カルフォルニア。え、もうね、余裕でなんか。ありがてえ。なんかもう、なんかそう、なんか、まあいいや、まあいいや。え、明日は、え、でも明日そんな集合早くないんですよね。どうしよう、ちょっと、ま、え、でもな、なんかどうしようかな、でもな。それはね、しっかりプレ、いや、君がくれたやつも使ってますよ。ちゃんとレッスン行く時の、あの朝起きて 10分で家出る時の寝癖を隠す時に使ってますよ。帽子。明日は銀行しか、あ、四国の時のやつかな。明日はそんなに集合時間が早くないね。ちょっと明日朝早く起きて食べようか迷って。違うよ、たかしとマスト氏が架空の人物なんだよ。そう、もうダメよ、もう嘘つかい方が。そう、寝癖隠し用です。ありがとうございます、使ってます。今度おしゃれするとき使うよ。それ言ったら、え、でもさ、みんなそうやって勇気言うじゃん。でもよ、いや、でもさ、え、でもさ、そんなこと言ったらさ、いや、私君たちの方が、何？君たちの方が勇気より、なんか、濃厚接触してる、君たちの方が、もっと、関係性深いですから、ね？はい。もまめのワンピー、あれもファンの人がくれたやつだ。ファンの人がくれました。だって君たちの方が、勇気はでも5歳の時に大阪から広島に引っ越して連絡も取って、5歳の時の話ですよ。いや、やめて、あのワンピーファンの人がくれた人なんです。 NNB さんの公演見に行ってすいませんでした。あ、自分から自白してる。濃厚にぎりぎ、いや、絶対耐えられんでしょ。もうね、そうだよ、耐えられなさそう。なんか君たちはこうやってコメントで、なんかこうやって、なんか自分のリンコのことをこうやってからかってくるけど、実際なんか握手会解禁されて、なんかちょっとにぎにぎになったら、実際なんかめっちゃなんか恥ずかしそうよね。幼なじみ違います。君と幼なじみになった覚えはありません。そんな気がする、してる。私はしーちゃんかわいい、ありがとうございます。やめて、濃厚、うん、どの濃厚ダラダラにぎに、そ、やめてね。これどうする、この配信本当にさ、候補生ちゃんたちが見てたらやばいやつって思われる。本当にダメだよ、ダメ。そうだよ、君たちのイメージも下がる。え、ファンの人ってこんな感じなんだって思われるから、ちょっともうちょっと純粋にいきましょう。ねえ、やだ。いや、絶対自分緊張するよ。え、アイドルのファンの人ってこんな感じなんだって思われるよ。いいの、それで。ダメだよね。
からもっと褒め言葉をYouTube 見て知ってると、いや、あの YouTube は偽造なのでこれが本当の私です、皆さん。ダメだよね、ダメだよ、いや、いやみんなも印象も悪くなる、ダメだよそう頑張、そうそうそう、いや今日もお疲れ様でしたんで、あ、熱造やめてや、そう、まあみんなこんな、あ、そう、そりゃねそりゃそうよいやそんなないです、いやまあでもそうよね、でもまあまあまあ、でもオーディションは猫かぶったもん勝ちみたいなもんはあるもんね。いや特に2期生のオーディションは特にそうだ、だって投票制だったから、やっぱりねファンの人はやっぱ黒髪でなんか清楚系な、こういう白い服とか着て髪の毛ストレートでなんか前髪アイドルみたいな前髪でメイクも薄めで、そうなんか可愛い清楚な子が好きなんですよ、アイドルのファンの方たちは、でしょ、だからそういう風にして猫かぶったもん勝ち なんですよ、特に2期生のオーディションはそうだったんですよだから猫かぶったもん勝ちな、結局受かったもん勝ちなので、そうなんですよですよね、そんなことないでもなんか ST はなんかそういう路線だから、なんかそういう気がしてた、なんか何なんだっけ、なんかゾックさんとかだったら違うと思うんですけど、なんか STU は特に清楚路線じゃないですか、だからね、はい、そういう路線ですよリンコと両思いになれる日はいつですか、頑張れ頑張れそう STU はそうこういう路線なんですよSTU 清楚じゃろ、そうでも特に2期生オーディションはでもそうだったな、そう猫かぶったもん勝ちみたいなところはありました、そう、でも自分ゾックさんとかちょっと入ってみたいわ、なんか普通に髪の毛をなんかちょっとレインボーとかにして、なんかリンコザワンコでなんか普通になんか客席ダイブとかしてみたいもん、そう、スポーツでなんかちょっと刈り上げてちょっとレインボーみたいな、でリンコザワンコですみたいな、わからんけどやって、ああ待って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 、マックさんだった、間違えた、あそう、え気に入ってる、リンコザワンコ、リンコザワンコ、待って間違えた、そうマックさん、そう眉毛を、そう眉毛をレインボーに染め上げたい、そう、っていう願望がある。そう。待って。間違えた。ほんま、混ざる。無理。マジ、そう。ねえ、ダイブしてみたいもん。ちょっと、でも痩せないと。みんなが、骨折しちゃう。一回、若いうちに奇抜な髪型にしてみたいみたいな、そう。気持ちがある。いや移籍はしませんけど そうみんな大怪我みたいなオタクダイブしたら捕まるよ、捕まるけどいいの捕まるよ、こんばんはリンコ、ねえ、いや、避けたらこっちが骨折するよ無理だ、お腹減ってきた、リンコの間にはダイブしません、うんポニーリンでダイブしたらみんな骨折する危ない危ない、やっほい
でもなもう、でも私もこうやってもう年だとか言ってらんない。なんか普通に昨日なんかとあるアイドルさんが、アイドルさんのなんか SNS で見て、なんか普通なんかめっちゃなんか何なんかアメリカとか何アメリカとか授賞式とか行ってめっちゃ忙しいのに夜の1時とかに配信してるっていうのを見て、もう私はすごいなって思いました。だからもう私ももう年だなんて言ってない、体が痛いだなんて言ってらんないっていうことに気づきました。でも日本なんか韓国のアイドルさんでなんかめっちゃ目がそう充血しててなんか疲れてるみたいなやつで、なんかでもめっちゃ忙しいのに寝れないぐらい忙しいのに夜の1時とかに配信してるみたいな、もう見て私は感動っていうか、なんかわすごいすごいなと思って、そうっていうのを 見ました。私はそうだって、いや逆に夜中しか練習するなんか昼は練習集中できんのよね。そうすごいなって思って、すごいなって思って、ちょっと私もちょっと私もちょっともう寝る暇もないぐらい忙しくなりたい。そうまあきついか、いやきついけど、うん。吉崎さんも朝までホリホリするから、いやそれは趣味。あフグ、あやばいフグ食べないと、思い出した、ありがとう。自分を追い詰めてみた、夜寝る暇もないぐらい忙しくなりたい。そうまあね、いやでも案外いけんかね、肌荒れるよね。そう忙しい方がなんかいい気がしてきた。いやホリホリはもうあれは仕事ではなく趣味なんですよね。いやあれはまだちょっと、まだなんか自分をめっちゃ追い込みたい。そうウェワンさん、クマありがとうございます。仕上がった、どういうこと。でもこの前のあのツアーの忙しかった時に気づいた、私は忙しい方がいいっていうことに気づきました。そういやでも今日待ってでも自分今日さ、今日の自分の見た目あのオタク好みかオタクさん好みかもしれん、そうヘタレ頑張ったんです。ヘタレ、あ懐かしいな、もうヘタレ逆振りでさもう頑張った。あれは今日オタク好みじゃない、格好とか髪型とか、え今日オタク好みだわえちょっと全体はちょっと見せられない、上だけ昨日なんだっけ、昨日何着たっけ、あ昨日あのワンピースか、え好みじゃない偏見じゃ、でも部屋でも実際そうじゃん、実際そうじゃろ、実際そうなんですよ正直、えありがとう、いやでも実際そうでした、実際好きでしょいやもうデコ出しはちょっと恥ずかしいですやっぱりうーん、下はちょっと現実が、いや全身はちょっとやめてください、やめてくださいだ最近あの二つ結びをしてない、そう最近二つ結びしてないわ、自分してないわ、なんか普通なんかね最近本当に大人になりたくて、そうあたかえもうやめて調子乗る、ツインテールをしてない、最近昇格してからあんまりしてない気がするあやばい、最近ツイートしてない、でする内容がない、いやもういやオタク
ックさんの好みはもう分かってますよ。こんばんは。調子乗ってる。そうですよ。たくさんの好みはもう把握してますよ。偏見じゃないですよ。今日アイスは食べま、あ、私は食べました。やばい。私は食べました。クレープアイスを食べました。調子乗っちゃって。そう、え、でもね、そうだよね。そう、口が悪いところはちょっと直したいんよね。口がやっぱお上品な子がみんなは好きだと思うので、でもそれはもうちょっとしょうがない、もう素だから。クレープアイス美味しかったよ。いちご味食べました。美味しかったよ。誘惑する。最低。ツインテールに合わんもん。なんか視線くなった。いや、カリフォルニアロールは一昨日じゃん。そういう人はまね。いやー、もう口が悪すぎて。高めツインは二度と、二度とっていうか一度もしたことないけど絶対にしません。似合わなさすぎてダメ。そう、最近そうなよね。謎の地震がもっと、あー、そういうの好きよね。コロネツイン、何？コロネツイン？初めて聞いた。似合いません。だからやりません。私はそう、髪の毛を巻くのもあんま似合わない気がしてきたから、たまにでもするけど、明日髪型どうしよう。明日髪型どうしよう。何がいいと思う？いいね、アフロ。めっちゃ目立つ。え、似合わん、ツインは。嫌だ。でも研究生の時めっちゃやりよった、ツインテール。え、自分的には、自分が一番、明日初めての、あ、回ってます。巻き下ろし、私が巻き下ろしをしてしまったら、トゥー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 になるんですよ。私が一番、自分的にいいなと思ってるのは編み込みのまとめなんですよ。もう超気に入り。え、サイドポニーもまあ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 、まあ、そう、バブリーになるんですよ。バブリーになるんです、私がやったら。いや、なんかね、髪の毛を編み込みにして一つにまとめるみたいな、前田敦子さんが一時期やってた髪型が私的には一番自分に合ってると思ってる。わかんない。だからめっちゃやってる。なんかね、どれだろう。わかりやすい画像がない。一番やってる。なんか普通に、なんかね、待ってよ。こんなん。こんなん。わかりづらい。わかりづらいですが、まとめ髪が好き。本当？編み込みのお団子。その子、あ、この子私。この子は吉崎さん。明日どうしようかな。どうしようかな。でも髪型のレパートリーが、どうしようかな。あ、この子わし。あ、この子わし。いや、この子違う。この子わし。自分でできません。自分でできません。だからメイクさんにやってもらってる。だからメイクさんにやってもらうときにしかできません。あ、同じ。わ、そうわ、この子わし。
おかしい。あ、そう、ポニーテールのなんかね、好き、あ、汗かきだから好きなんですよ。どうしよう、ストカメ型何したらいいんだ。あとここを三つ編みにして下ろすのもよくやるかな。何にしよう、明日髪型。え、そう、なんかメイクさんにどの髪型が似合いますかねって言ったら、だいたいまとめ髪って言われるんですよね。そうそうどうしようかな。そう、汗、そう、どうしよう。まあでもいいや。眠い。四国の編み込み三つ編みですか。あー、テスの奥さん、ハートありがとうございます。ちょっとすごい、え、メイクさんにさ、今日どうするって言って、え、じゃあ坊主でって言ったら坊主にしてくれるんかな。レンジメイク、あー、するな、気が向いたら。あ、いて、疲れた。あの江戸時代の、江戸時代のさ、なんか一本のやつにしよっかな。江戸時代のあの一本のってやつ。あ、それ、それかも、事務所めちゃ目立つわ。めっちゃ欲しいになった。ちょんまげ、なんで、なんでちょんが欲しいになるん。ちょんまげ。ちょんまげ、なんかここに乗ったやつ、ちょんまげ、ちょんまげにしようか。ちょんまげ、そう、リボンがついてます。ね、めちゃめちゃ、そう、ね、どこ目指したんだろう。自分も自分で分からなくなってきた。自分どこ、何を目指すのか自分も分からなくなってきた。何、どんながしたいんだろう、自分分からなくなってきた。いや、変な、もう変な意味で目立つ、やめとこう。何やあの子ってなる。何やあの子ってなる、やめとこう。もう自分が何をしたいかが分からなくなってきた。どうしよう。いや、まだ分かりません。でも四国のツアーの時に一回やった、なんか横でこうやってやるやつ、もう一回やった。あ、なんだっけ。でもなんかそれぐらいしかしてない気がする、まだ。あ、髪の毛邪魔ないよね、なんか踊ったら顔にバッてなるから邪魔。もう、いやいや、もうめっちゃ変な人って思われる、やめとこう。そうそう、なんか横で一個ペッてなんか結んだやつ。脳内リンコカーニバル、なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。どうしよう、迷う。でもなんかいつもと違う髪型したいな、明日。どうしようかな、考えとこう。なんかね、坊主にしてね、後ろにね、オースって字の切り込みを入れたい。いいね。そうだね、なんかいつもと違う髪型をしたら、なんかいつも同じ髪型だから、そう、それだけ。目立たん、そう、目立たん程度の、そう、目立たん程度の髪型に。分からん、何を目指すと、自分、そう、どこを、何をしたいん、自分は。え、この前メイクさんにお任せしたら、なんか髪の毛を巻いて、なんかここをひねって、なんかここをなんかちょっといい感じにしてくれました。え、そう、瀬戸内のオス。え、そりゃお任せ、それはそれで嬉しい。え、
でもね、なんか私ね、あのね、あのね、なんかあの、あの美容、なんかそう、やりたい髪型ができた。なんかあの、しょう、なんか、な、あ、待って、見せたいんだけどさ、画像、ちょっと著作権的に多分ダメなんだけどさ、なんか昭和のショートカットみたいな、できたい髪型ができた。でも多分似合わん、レトロヘアーみたいな。え、見せたいんだけどな、見せる。なんか、なんかね、ここら辺がなんか、え、え、せ、せ、なんかね、違う、なんか普通の結構、あ、なんか普通のなんか、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 こ、なんか、バーンみたいな感じのやつ。押したい。ペンがない。全然、なんか、なんか、なんか、ボーイッシュの、なんか、キャ、何なんか、キャップを、何あのヘルメットをかぶったみたいな。だからヘルメットを違う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 してない。あのヘルメットをかぶってなんか、なんかそううねうねしてるみたいな。そうヘッドなんかヘルメットのうねうねしたいやつみたいな。なんて言えばいいかわからん。もうなんかヘルメットがうね、いやおかっぱではない、なんかなんかヘルメットのうねうねしたやつみたいな。え、パーマ？あ、なんだろう。なんかヘルメットをしてなんかあのなんかちょっと、いや違う、アフロじゃない。そうヘルメットでなんかちょっとあなんか毛先をベベベみたいなやつ。え、な、中村明さんがわかんない。なんかじゃあパンチ、なんかヘルメットのうねうねしたやつです。それ、え、自分は何に言っとるんか分からん。そう、え、でもなー、でもなー、そう、でもなー、成人式あるじゃない。え、でも成人式って私いつだ、再来年、再来年。え、でも成人式はなー、髪の毛伸ばしたいよね、どうしよう。え、でも切るなら今じゃない。え、どうして成人式再来年ですよね。え、待って、ショートにするなら今だ、どうしよう。ショートにするなら今、今だじゃない。パーマ、いや、やめて、いじってないよ。やめて。え、今じゃん。え、だって再来年成人式じゃん、じゃん、多分、多分。え、今じゃん、今しか、今じゃん。どうしよう、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 どうしよう。いや、え、成人式はロングにしてなんか普通のお団子にしたいんですよ。いや普通にショートじゃなくてもなんかなんかね、なんかあのサッカー部のマネージャーのなんかスポーティー系マネージャーみたいな髪型にしたいんですよ。なんかここら辺の、え、どうしよう。いや今夜自分では嫌いよ。ダメだよ、髪伸びるの。前髪は異常に早く伸びます。なんかわかる、サッカー部のなんか女マネージャーのなんかスポーティーなちょっと可愛い子の髪の毛にしたい。どうしよう、でもな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 、いやこれはね決まってるパティーンじゃないよ、これはまだ決まってないパティーンです。え、どうしよう、でもな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 、え、わからん。なんかおるじゃん、なす結構顔は可愛くて髪の毛ショートカットのサッカー部の女マネージャーの子のみたいな髪型にしたい。ジャージが似合う子の髪型でもな、似合いそう、本当。でもな、でもな、でもな、これで失敗したらな、え、結構短く来たにして、耳下ぐらいに、わかる。どうしよう、どうしようかな。なんかねここがなんか結構毛先をすいて、え、え、自分サッカー部のマネージャーさんになろうとしとったんだけど、高校1年生の時ならんかったけど、え、ここなんかあの伝わりにくい、こうじゃない、あ、こう、こうです、こう、ここ、え、ここが切ってる、え、こうなんですよ。え、なんかねここなんか これぐらい、あ、これは、これはちゃう、これはちゃう、これはちゃう。
ちゃ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 こうこうよこうよ。いやこれはですね、やりすぎか。えこうこれ、これにしたい。やりすぎかな、やりすぎだな。えでもなー、どうしよう。えでもな、まずマネージャーさんの許可が下りるかもわからん。こんな感じ、短い、結構短いね。本当本当、どうしよう。でもなー、でもなー、でもなー、これのなんかここがシュッ、なんかここがこうな、私の理想的にはここがこう、ここになんかつながってシュッみたいな感じから、マネージャーさんの企画を降りるかが分かりませんにしたい。あっとさんにはありがとうございます。あ待って、アーサガール、アーサガール、いやー、アーサー、待って、アーサが思う、もうやだ、あーやだ、アーサ事件、アーサ事件を思い出した。どうしよう。みーさんめちゃめちゃ可愛いと、え、みーさんはショート派。ありがとう。ジョッシーさん、とうとうありがとうございます。ありがとう、そんな、そん、あー、でもアーサショート、あー、どうしよう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 。いや、待って、だって、あ、いやいや、ロング派なんかい。いや、ロング派なんかい。どういうこと。ロング派なんかい。どういうこと。ありがとうございます。後日お礼します。どうしよう、どうしよう。でもな、こう髪を切ってしまったら、顔がむくんでる時に髪の毛でこうやって、これほら、これ小顔効果です。小顔効果です、これ。そう、隣のばあちゃんがみかんを よこして、あの、よこくれるんですよ。そう、これ小顔効果、これで輪郭を隠す。お顔だからみかんめっちゃ食べちゃって、そう隣のばっちゃんがそうなんで、これで顔がもうめっちゃ、太い時はこれでこうやってやるんですよ。どうしようかな。でもまあ今はちょっとまあいいけど、三つ編みね、あの三つ編み結構こう、え、どうしよう、どうしましょう、皆さん。え、もうボブはな、ボブはあんま、なんかボブは似合わないんですよ、あんまり。どうしよう、どうしようかじゃ。どうしよう。いや、さすがに明日は嫌いよ。どうしようかな。アーシャショートで撮るのきついな。どうしようかしら。どうしよう。ちょっと悩むね。すごい、なんかボブ派とロング派で結構分かれてる。でもな、でもな、手もでもやるんだったらな。あ、でもな、手もでもはね、私は手もでものさ、手もでも大好きなんですけど、手もでものね、どんちょうの意味が分からなくて調べたら、あの、巻くのことなんですね。最高すぎる。どうしよう。手もでもアロングよね。手もでもアロングですよね。でも、あー、いやー、悩む。ボブが、なんか手もでもは私的には、あ、すごい、二つ目の路地ってあんま今の時代二つ目の路地みたいに表現しないから、私のイメージとしてはなんかちょっと昔の時代の、あの、片思いの女の子の服みたいな感じなんですよって思ってる。いや、勝手な、あの、妄想ですけど。
あのちょっと江戸時代はちょっと奇跡か、なんか昭和か大正ぐらいの髪の毛が長い子がなんか後ろにお団子したなんかちょっと着物を着た可愛い女の子があのちょっと年上の男の子に恋をしてるっていう曲なんですよ私はって思ってる勝手なこれは自分の妄想ですって思ってる。え、ニホリンのショートめっちゃ可愛かった、あれ写真送ってもらったもんっていう、いや江戸は行き過ぎだ、大正か昭和っていうって思っていうの勝手な妄想してるんです私は。どうしよう、鎖骨、いや鎖骨はミディアムよいや禁じられた二人はロングやな、さあと思う、いや自分的にはいや待ってでもドンチョウが好き、え大好き、どうしよう、あーでもなー、えでもな、じゃあ明日のこと考え、でも明日はでもジュリエットはショートなんですよ、いやジュリエットは男の子の曲なんで、ジュリエットはショートが似合うんですよ。どんちょうってどんちょう歌詞に入れるって天才ですよね、もう大好き、でもめっちゃ燃える、もうキュンキュンする、え切なすぎてかわいそう、だって私も歌詞の解釈をしてるんですけど、するんですよ最近、することにハマってて、なりきるためにもうなんかなんだっけ2番の、まあ2番やらないんですけど、2番のなんか慣れた日には目を閉じてみたいなあるじゃないですか、もうその雨が好きなアジサイはその晴れの日を、え晴れだから、え待って思ってるのでしょうか、そう思ってるんですよ、もうそれはつまりその片思いしてる女の子の気持ちを表してるんですよね、もういやーそんなそんな切ないよ、悲しい、切ないですよね、えもう手もねも証が切なすぎる、そんなそうです、手もねもの歌詞は、ま、やばいそうジュリエそんなめっちゃ悲しいじゃないですか、だってそんな振り向いてもくれないですよ、こんなに好きでこんなに会いたいくて、あこんなに好きでさこんなに会いたくてさもうこんなに会いたいのに、でもこんなに好きな人はもう振り向いてもくれないんですよ、悲しい、でえ悲しいで2つ目の路地で待ち伏せしてて、まあ、私はこういう経験したことないんですけどそう待ち伏せしてるの、なんか会いたくて待ち伏せしてるのに、でも目の前通り過ぎてってもう振り向いてもくれなくて声をかけられなくて、あじさいも泣いてるのねみたいな、あ切ないよ、ほらもうこ切なすぎる、うん、雨が好きなこのあじさいは晴れた日には目を落として、ほら遠い山雲を持っているのでしょうか、これはつまり女の子があなたのことを思っているのでしょうかっていうことなんですよね、悲しいすごい、あなたと出会った記憶の足跡忘れない、ああそう明日歌わんもうやる予定もない、悲しいよ、悲しい、これはもうダメですよね、ずれずれこれは天才の歌詞すごすぎる、切ねえなあ、まあいやな待ち伏せないですね、待ち伏せしたことないな、したことない、友達は待ち伏せしたことあるけどいやここでさ、ここで男の子待ち伏せしたことあるんですよとか言ったらちょっと大変なことになっちゃう、悲しいわ、切ない、いやもうでも竹内先輩は純粋すぎて好きなんですよね、
いいな青春なって思う。いやいやもうやめやめやめ。でも竹内先輩切ないよね。でも多分あもう竹内先輩モテモテなんだろうな。多分めっちゃイケメン、めっちゃイケメンでサッカー部で先輩多分3年高3でしょ。東京の大学に行っちゃったらって言ってるから、あでも広島設定にしとこう。で広島設定で、でサッカー部ので自分高1ね。で高3のサッカー部の何だろうこれ、高3のサッカー部の先輩でイケメンで、あの優しくてモテモテの竹内先輩なんですよ。でずっと片思いしてて告白したら付き合えて、でもまだ竹内先輩モテモテだから 誰にも内緒にしてるんですよ。で仲のいい友達にもまだ言ってないんですよ。でそう バレないためにも遠回りして2人で帰ってるんですよ。切ないよ。でその竹内先輩がそう東京の大竹内先輩がそう3年生だから東京の大学に行ったらどうしようって思ってるんですよ。そうまだみんなに言ってないんですよ。悲しいね。竹内先輩も切ないわ。まあ私はこういう経験皆無なんですけど悲しいわ。切ない。いやもうこれはもう明日はもう熱が入る。自分竹内先輩するときなりきろ。落ち着きますね。そうなんよね。もうこうやっても大事よ。こうやって歌詞の意味を解釈してなりきることが一番大事なんですよ結局は。大事大事。ちょっと止まらん止まらん。大事よ。そう竹内先輩またまたなんだろうな。止まらん止まらん。楽しい。大事よね。大事ですよね。注目。ちょっとハリケーンはちょっとハリケーンってどういう気持ちなんだろう。唇なんで。なんでよ。 FTMM 見て落ち着きなさい。止まらん。歌詞解釈楽しい。歌詞解釈楽しい。感情こもるの大事ですよね。楽しい楽しい。止まらん止まらん。いやこれだけ公演は楽しいんですよ。ちょっと待って何。ねデジャビューって調べたら既視感って出てきた。どういうこと。違う違う。デジャビュー歌詞これだからこうしやこう何ねえ分からん出てこん。誰オリビア・ロドリゴの曲って誰。違う。オリビアさんじゃない。 AKB さんの曲。これ未来で合っているのか。この歌詞既視感既視感。あそういうこと。あデジャビのはそういうこと。違うオリビアさんあのやばい。かすかな既視感。既視感どういうこと。100メートルコンビニ大好きだよ。あとねあれも好きなんですよ。なんだっけパジャマドライブも大好きなんです。歌詞やってみたい。やってみたい。見たことないように何見たことあるような気がする。見たことそれは過去で合ってるってこと。ああそういうこと。エモい。過去でそういうこと。あれか来世みたいな。素晴らしいですね。もうオタクなんよ。オタクなんよ。楽しい。楽しみになって楽しみだ明日。シャーターの女神声好きです。私好きです。パジャドラも好きです。夜遊び。夜遊びってことはちょい悪な男の子と遊ぶ的な。燃える燃える。ちょい悪なちょっとヤンキーな男の子と遊ぶ的な感じかな。燃える燃えるわ燃えるわ。ちょっと楽しい。
公園好きなんですよね。最高だよ。いいよね。だって公園って、だってさ、この何公園、僕隊だったら16曲かな、16人になりきれるんですよ。え、めっちゃなんか良くないですか。え、最高、めっちゃ楽しいんですよ。だって16人のいろいろな子になりきれるんですよ。演技しとるみたいな、めっちゃ楽しい。これだからやめられないんだよな。そう、どういうこと、デジャブ、どうだろう。え、パズドラ燃えるわよね。もうこれだから、いや、これだから楽しいんですよ。いや、公演はなんだろう、ファンの人に列するの、まあそれね、さ、ファンの人に会えるのも楽しいですけど、何が一番楽しいかってそれなんですよね。そう、え、わかる？でもな、ジュリエットはね、男の子の曲ってね、ファンの人に教えてもらったの。いいね。と、なんとかのガーター公演とかも好き。もうもえもえしてしまう。そう、別の自分になれるんですよ。そうなんですよね。これだから公演は、あ、もういい、目撃者いいよ。いい、あとね、アイドルは使用中も好きなんですよね。もう、ああいうのも好きで好きでたまらん、わしは。でもパズドラとシャートの女神はもうね、あれはもういい、あれはもう最高傑作。そう、でしょ、公演勉強してます。いや、四国もいいよ。四国はね、四国らしさがあってね。いや、あれはあのちゃんよかったよ。もうシャオオタクか。ちょっと胸が熱くなってきた。ちょっと興奮してしまいました。ちょっといいですね。いいですわ、たまりません。一緒に踊ります。コンサート何の。でも手もでもは本当に燃える。もう手もでもは燃えるよ。え、公演ずっと話せる。公演で自分なんかシティ入るまで劇場公演知らなかったんですよ。で、なんか最初知らなくて、なんか僕の対応公演するよって言われて、なんか一回だけやって終わるんかなって思ってたんですよ。でも、でもなんかいろいろ公演があることを知って、もうハマりました。いやー、いいやつ、それはいいやつ。そう。公演の意味が分かってなくて、なんかお披露目だと思ってました、公演が。最初は、そう、明日は衛生、でも心は衛生してるよ。いや、もう禁じられた2人はエモいんだよ。もうあれはね、あれは、いや、あれはレイカちゃんしかおらん。でもな、アイムシアはいいですよ。でもオタクないよ。でも、アイムシアは誰としよう、勝手に決めてる。いや、アイムシアはもう、あれはよっぽど練習しないとあれは見せることができない。いいよね。でもガーター大好き。え、ユリ大好き。そう、ユリ大好き。もうわしのもの。そう、いや、アイムシアはもう、あれは練習しないと見せることができないですよね。はあ、いいっすよ。あ、エモいよ。エモいですね。いや、アイムシアいいよね。あの衣装の、あ、衣装いいよね。繋がっとうよね、あれ。あの衣装も天才。はい、衣装も天才ですね。ちょ、むせた。天才、やばい、燃えてきた。自分、そう、一回なんか、そう、 AKB さんの生の公演を見に行きたい、劇場公演。いいよねでさ、そうで、そこで、そういう、なんか、そこで、そう、そこ、あの、そこで犬のうんちを踏んじゃうかねは
どういう表情をしたらいいんだろうみたいな、まあする予定もない、ないし、そうするかも今後するかもわからないんですけど、どういう表情をしたらいいんだろうとか考える時間が楽しいんですよね。そうね、意外そう明日初めてのこと、やっただツアーぶり行きたい行きたい、でも許可取らんといかんないよね、ちょっとめんどくさい。ももたんの踏んだことはないですねトゥーローズよ、いいよねいいよね、ガイドでも初恋の鍵は可愛い表情をしときゃいいと思いつつ、実は歌詞的には切ないんですよ。そうそう、かあの初恋の鍵は曲のテンポは結構可愛い系じゃないですか、リションはあのフリフリじゃないですか、でも歌詞は結構切ないんですよねもう優しいシスターズはもう私はごぼうになりきってます、もう実はごぼうの表情です。ロッカさん雪ありがとうございます。でしょ、勉強してるんですでも初恋の鍵、でも初恋の鍵って歌詞ようよう見たら切ないんですよで卒業して2年が経ってみたいな、2年経ってて、2年経ってるんですよ、十分大人になったんですよ、で偶然君をばったり見かけたんですよ、多分好きだったんでしょうね、あかんあかん自分ごぼうです自分はまだ卒業して1年なんですけど、はい、ここまでして切ないですよね、いやあれは奥深い、奥深いあれは奥深いですよ、あれはね可愛い表情しときゃいいってもんじゃないんですよ、あれは歌詞は切ないんですよねそれはね勉強しないと。そう、自分はごぼう、え、ごぼうです、白菜ちょっと違う子に取られたから君メロンね、え、国語得意です、もう今日は寝られんぞ、ちょっと勉強しよう、寝られん寝られんそうそやねそやね、そやそうですよ、君メロンいいよね、今日は寝られませんよ、一回熱入ったら私はもう勉強したい人なんです、寝られませんよ寝られません、ちょっと明日楽しみだわ、どうしよう楽しみだわ、うん、でも私ね、そう、僕の太陽はファンの人に伝えてるんですよ、じゃ僕の太陽はファンの人に伝える曲なんですよ、ちょオールしちゃう、でもオールしたらしんどいわそう、僕の太陽は本当に歌詞が素晴らしいから、そうあれはどうなんだろうね、そうリンクちゃん、やっほ、あれはね、あれはどうなんだろう、あの世界中、なんか世界中が僕だけ味方、あれはファンの人が私に伝えているのだろうか、それとも私がファンの人に伝えている曲なの、どっちなんだろう、どっち目線なんだろう、あれはどっちもですよね、でもあれは、でもあれはね、刺さるよ。あれは、あれはね、あれはあの、私があの10月の時のあの、僕隊の公演した時に、すごい刺さった曲なんですよ、あれは。あれは、あれは、あれはね、ダメ、あれはダメでした、私は。そう。あれはファン、ファンの人が、エモいね。あれは、あかんよ。あれはね、あれは病んでる時に聞いたらね、そう、ダメでした。あれはね、ダメでしたね。歌手とはエモいよね、あれはちょっとこ息が荒い僕隊は、僕の太陽は本当に素晴らしいなって思います、あれを最後に持ってくるっていうのはね、またいいんですよ、あの曲の順番が、え？あの僕の太陽を最後に持ってくるっていうことがまずもう私的には素晴らしいですよ佐藤花子さん、ハートありがとうございます、いいよねいいよね、春夏秋冬、あれはエモいよ、いやちょっと熱くなってしまいましたあ、そうそう、スペイベでさ、スペイベでね、
一曲歌うことになった。なんかスペイベなんかちょっといろいろか変わなんかいろいろ変わりました。なんか一曲歌うことになった。何歌おう。順番いいよね。あの僕の太陽。え本当？赤ちゃんがわしのリンクは全然いい。あ本当本当？フォローしなきゃ。そう変わっちゃった。なんか一曲歌うことになりました。生歌で何歌おう。でもなんかでも多分ドラマ形式です。でもなどうしようどういやあれ何歌おうかな。夜風の仕業にどうしよう。まあ決める。うん寝られんな。もういいよな。であのなんだっけあのあれもいい好きなんですよ。メラメラもうあれは男と女の夏の恋なんですよって言ってた。ダンスの先生があれは男と女になりきれって言ってて、あのなんだっけなんていう曲だっけ忘れた。なんだっけどう忘れした。なんだっけあれメラメラ燃える。そうちょっとなんか服をバッツそうちょっとエチエチのやつ。なんだっけあなんていう歌だっけあれなんだっけちょっと忘れました。なんだっけあそんなこんなわけでだ。そうそんなこんなわけでのね感想でなんかこうやって2人でなんかこう引き寄せ合って絡み合うっていうダンスがあるんですよ。もうすっごく大好きで私もう私ねそこ男と女で分かれてちょっと注目してほしい。そうそこねダンスの先生が言ってたんですけど、そう2人のフリペアがあるんですよね。そこは男と女に分かれてるんですよ。でそう男が女をこうやってハッってこうやって引き寄せて2人でちょ絡み合うっていうシーンがあるんですよ。絡み合うなんかダンスするみたいなシーンがあるんですよ感想で。で私女役なんですよ。もうそこは男と女になりきれって言っててもう私女になりきりますね私私女役なんですよ。しかも男役がサコちゃんなんですよね。サコちゃんなんで私サコちゃんに引き寄せられるんですよ。あーコンプライアンスそうサコちゃんに引き寄せられる女役なんですよ私そう落ち着くわそうサコちゃんに引き寄せられるんですよそうだから私は明日女になりきります。そこはもうダンスの先生は男と女になりきれって言ってたから、まあ、私はもう女の顔をします。そこは頑張って研究しよう。明日まで研究しよう。楽しい楽しい研究するの楽しい最高。楽しみだわ明日超楽しみ。あご食いたまらんもうだ誰だろう私ポジションがなんか前のポジションのポジション今違ってなんか前のポジション男役だったんです私。でポジション変わって女役してるんですよね今私。だからちょっと女の顔しますね明日。あそこで注目してください。めっちゃ楽しみだわ。でドリーミーガールズはもう研究なんか私の妄想なんですけどこれはそうもう例えばねあのアイドルになったばっかりの研究生の学校と両立する女の子の希望に満ち溢れた曲なんですよ。だから絶対目を死んだ魚の目をしてあの曲は歌ってはいけないんですよ。だからそうもう私はトップアイドルになるんだってキラキラした目であれを歌わないといけないんですよ。ドリーミングアールズあれは絶対死んだ魚の目でをして歌ってはいけないんですよ。わかります。それはキラキラした目で歌わないといけない。そうですよね。そう私を女にする。サコわかる。そうあれは絶対に死んだ魚の目をしては歌ってはいけないんですよ。あれはどんなに病んでいてもね。そうわかります。いやあれは希望に満ち溢れたキラキラした目をいや ラメとかじゃないなんかもうは私はアイドルになったんだみたいなっていう目をしないといけないんですよ。あれは絶対にそうだそう。すばえ本当にいろんな曲になれるね。すごいね。やっぱ公演ってすごいわ。勉強しようもっと。楽しいわ。本当すごい。だってあんな
そうそう、どんだけもうなんか死にそうになっても、あれは死んだ魚の目をしてはいけないと思ってる私は。あれはね、あれはどんなにもう無理、もう私もう死、もう無理無理、もう私はもうこの世に絶望しているみたいな気持ちでも、もうあれは死んだ魚の目をしてはいけないと思ってる私は。あの曲は絶対に研究生の気持ちを思い出して歌わないといけないと思っているんですよ。そうそう。生きた魚の目、楽しい。だってあの僕体だけじゃそんなにいろんな女の子になれるって思ったら、もう私は楽しか楽しか。あ、レイダウンもやばいね。レイダウンはいいね。ちょっとレイダウンは最高ですよ。やばいね、ちょっと燃えてきました。もう終わろうかな。長い。何時間配信してる私。何時から配信していますか。終わろう。やばい。女、あ、すごい女の子の。でも私化粧全然わかんない。そうメイク配信を、そう最近なんか、あ、女の子のねファンの子が増えたんですよ私。だからちょっとメイク配信をしようかなって目論んでるんですよ、女受けを狙って。そう急に、そう、え、最近本当に女の子のファン増えたんです私、めっちゃ嬉しい。そうなんですよ、だからメイク配信を目論んでるんですよ、女受けを狙って、女受けを狙って。そうでも、だからでも、そうでも全然わかんないからちょっと勉強してきます。はい。違います。もうめっちゃ、そう、え、うれでしょ、嬉しいでしょ。あ、でもモアリップ買ったよ。練習してるんです。そう、え、やる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 。そう、私のメイクでよければ。そうなんですよ、大事ですよね。安部さん、ペンライトありがとうございます。もう5年前の化粧品してるわもう。だ、そう、すっぴんスタート。でももうすっぴんさらしとうけ、もうなんとも思わんわ。そう、なんかそういろいろ、そう、ありがとう教えて。男、そうなん、もう眉毛ないのバレ、いや、もうバレとんねん。もうバレとんよ、もう眉毛ないのバレとんよ、もういいよ、もう眉毛なくていいよ。そうそうそう、最近もうなんかめんどくさくてもすっぴんでいいかなって思い始めてる所存である。もう終わるね、ちょっと気合が入ってきました。いいわー、やっぱいいですね。ちょっと公園について語りすぎました。そうちょっとね、そうそう、はい、じゃあ明日会いましょう。はい。疲れ様でした。じゃあ終わりますね、ちょっと疲れ、ちょっと一人で盛り上がりすぎて、ちょっと待って、明日ジュリエット歌うのに、そんなスピン。またちょっとあそこが怖いな、なんだっけ歌詞。ありがとう、首を送って刺される天使の夜のいつぐれ。あ、待って、そこ何番だっけ。2番だ。81が、タンタタタタタタタ、あ、僕の代わりには2番だっけ。え、ちょっと待って、言いました、愛おしすぎて別れになれてない唇さ、前髪がかかる眼差しはまるで思い出だけを遠く見送ってる。胸に刺さってる。でも明日は、明日も、明日は昼ぐらいだからそんな早くないし。天使のそのや抜いてくれ、いくつ夜越えれば痛み消えるのだろう。あ、もうやばい、お、ここ抜かそうかな。お風呂で練習しよう。お風呂で練習しよう。いいね。まあ明日はもうなりきりますね、私はもう。いくつ夜越えれば痛み。もうここだね。ここがさ、ここ回転しながらさ、
そう、消えるのだろうってやらないといけない、難しい難しい練習しとこう、はーい。いや、ちょっと今日はさすがにメイクを包んでることはできない。はい。そう、お風呂で歌う、お風呂で、お風呂、もうお風呂で歌います。ちょっともう語りすぎたせいで喉が痛くなってるけど。あ、じゃあ明日はね、サーヤに注目してください皆さん。私はサブです。DM 分かりました。喉が、もう喉が痛い、もう喉が痛い。喉飴舐めなければ。じゃあ終わります。あ、でも今日はいい配信だった、楽しい。終わります。はい、じゃあいきます。13位、ドンさん、シェイシェイ。はい、そして12位、 ABC ハウスさん、ありがとうございます。そして11位、ナオトちゃん、ありがとうございます。そして10位、ジュノラニカウグレさん、ありがとうございます。そして9位は、リュウヘイさん、ありがとうございます。で8位は、ヤスベイさん、ありがとうございます。そして、7位はロッカさん、ありがとうございます。そして6位は DD48 さん、ありがとうございます。そして5位は成田さん、ありがとうございます。そして4位はしーちゃん、やっぱりリンコの配信最高です、ありがとう。シェイシェイ。そして3位ジョージ、加湿器届いた、まだ、ありがとうございます。そして2位はウエマンさん、ありがとうございます。明日また。そして1位はミーさん、ありがとうございます、ありがとう。じゃあお礼は明日ぐらいにしたいと思います。わーい。あ、待って、 AT おるやん。タワーのお礼待ってたのに。タワーのお礼します、最後に。どっか消えた。あ、エネルギーが、エネルギーが、あれ、どこ行った。おった。もう、あ、もうやー、私の下半身が見えてしまった。鼻の穴がかゆい。もう分からん。あ、いや、今死んだ魚の目をしている。ああ、なんか花粉かな、鼻がかゆい。え、ない、どこ行った、もうどっか行ったよ、どっか行ったよ。してない、これ鼻の表面をこうやってやってるんです、してません。もう長く配信しすぎた。もうわしいつもさ30分ぐらいで今日は配信終わるぞって思っても、なんでいつもこれ2時間もしてるの、本当によくないよ自分。違う、こういうこと、表面をこすってるんです、入れてません。何でいつもこれ2時かもしれんだろう。楽しい配信、いいえいいえ、そう毎回言ってる気がする。え、なくなったえ、なくなったわ、ちょっと待って、探しとく、待って、なくなった、本当なくなった、探しとく。じゃあ終わりますね。はい、吉崎、さん、ばあちゃん、もう使いました、終わりました、なくなりました。探しとく、明日までに。そう、まあ明日も来るってことですよね、終わります。バイバーイ、ありがとうございました、また明日、おやすみなさい。